アメーバピグ。おお、オッケー。部屋の外は長くて不気味な廊下が続いている。なぜかこの廊下。おお。もしかすると次は私の番なのか。おえ3体の死体が座っていた。ありがとう。黒くて見えないよ。私ずっと一人ぼっちでとても謎の男が廃墟の外は捨てほどの何か聞こえない。え、おかしこさん、前回のように不意打ちを食らわせるんだ。わかった。なんでこった。部屋には体格のいい若い男がいた。ついてるな。やっとまたあの奴に出会えた。私はやってきたんだ。さあ、はしごを組み立て。外部者からの発見を願って最後に。そこにはメモの内容の通り、今まで確かに門があった。この緑の洞窟でさえも異様なのに、この門と、うわぁ。そこには、さしこさんの良さに変わり。ちょっと遅かったかな。今までどんな絶望も乗り越えてきたが、この、というわけなんですよ。クフフフフフフ。どうも、タクタクというものです。今回は、ネハン2、ダークネスファンタジーを実況プレイしていきます。前回ネハンの1をやらせてもらいましたが、その続きのようです。今回は完璧な、何ですかね、続編なのかどうなのかよくわかんないですけど、何言ってるかわかんないから始めよう。よし。英語は苦手なんで読んでくれ。 This is a walk is、 もうすでにわからない。よし。それは光を浴びることなく、知られることなく、我々の住む世界の遥か地下に潜む。今も、冒涜的な言葉をわめき散らしながら、なんだろう、とどろいているかな、とどろいている。それ、こちらは向こうに気づいていない、向こうもこちらに気づいていない。しかし何かのきっかけでそれらはつながってしまうことがあるだろう。真実と偽りが螺旋かな、螺旋を描き、現実と夢が交差し、見えないことが当たり前だった頃の記憶が遠い過去のものとなった時、すでに我々は歪みに巻き込まれているだろう。もはや夢によって回避することさえもできないのだろうか。おお、ネハン2。あなたはあなたであり、あなたにとってあなたは最も真実的な存在ということを忘れてはなりません。私が何者であるかはあなたにとって知る必要はありません。必要なのはあなたがあなたであるということを理解しなければならないということです。偽ってはいけません。忘れてはいけません。確かにあなたはここに存在しているのです。さあ、記憶を呼び戻し、あなたの名前を答えるのです。よし、タクタクだ。今回も自分の名前でいこう。本当はどうしようかな。本当はジョセフとかにしたいね。目が覚めると私は見たことのない部屋のベッドに寝ていた。恐ろしく殺風景なこの部屋には窓もなく、外の景色はわからない。そして目の前には白衣を着た男が立っている。自分に何が起きたのか何もわからず呆然としていると、白衣の男が話しかけてきた。おお、白衣の男、妙にリアルだ。前回とは打って変わってもちゃんとキャラクターが
表情がもうなんか実写に実写かな、わかんないけど、そんな感じに近い。ようやく目覚めたようだね。まずは自己紹介といこうか。私は精神科医である。精神科医である、名前決めなきゃダメか。どうしようかな。精神科医である、なんかいい名前。そうだな、精神科医、精神科医。なんかいい名前ないかな。どうしようかな。じゃあ、何もいい名前が思い浮かばないから、君は、そうだな、半平太くんにしておこう。半平太くん。ハンペイタ、ハンペイタというものだ。ハンペイタ、私は一体いいかい、これから重要なことを君に告げなければならない。気持ちを落ち着かせ、しっかりと聞くんだよ。実は君は脳に病気を患ってしまったのだ。そのせいで君は記憶を失ってしまった。だからこの治療所で病気を治さなければならない。病気？一体何のことだよ。あ、ことだ。おわ。何よ。違う。私は病気なんて、患ってないでいいんだよね。そうだ。私は、ダメだ。何も思い出せない。君が否定したがる気持ちはよくわかる。誰だって精神に障害が起きる現実は受け入れたくないものだ。だが心配しなくていい。治療を続ければいつかきっと病気を治せるさ。幸い君は自分の名前を思い出すことができた。タクタクくん、これから一つ一つ思い出していけばいい。そんな、私は一体誰なんだ。少し休んだ方がいい。医師は部屋から出て行った。失われた私の記憶。医師は私の病気を治すと言っている。しかしなぜ医師は私が自分の名前を思い出したことを知っているのか。彼とは初めて会ったはずなのに。自分の名前、それは唯一私が自分について分かっていることだ。さっきの会話では私は自分の名前を一言も出してはいない。それとも私が思い出せないだけで、彼とは何度も会っているのだろうか。そして私の記憶が失われるたびに同じ内容の会話を繰り返しているのだろうか。自分の名前だけは忘れずに。だとすれば私はこれからも記憶を失い続けるのか。考えていると、そんなことはどうでもよくなってきた。精神的な疲れのせいで、これ以上は何も考える気分も起きず、しばらくこの部屋で、この病室で呆然とした。隣の部屋から男の声が聞こえる。お隣さん、ぜひお伝えしたいことがあります。私のもとへ来てください。待っていますよ。誰かが私を呼んでいる。こうか。この扉の向こうに私を呼んでいる人物がいる。いきなり扉を開けるのも失礼かと思い、まずは私は扉をノックした。雰囲気は前回とちょっと似てる。ゴンゴン。お、来てくださったのですね。どうぞお入りください。
部屋の中には一人の男の姿が見えた。男はひどくやすれていて、髪は白髪、目は爬虫類のように気持ち悪く見開いている。不気味。これが私が感じ取った第一印象である。そしてその気分をつい表現に出してしまった。くぅ、お、気持ち悪いな。隣人がこんな不気味だと落ち着きませんか。いえ、そんなことはありません。いいのですよ、私のこの醜い姿は自分が一番よくわかっていますよ。初めて会った方が戸惑うのは仕方がないことです。まずはこれからも、これからも会うことがあるはずですし、お互いの名前でも伝えておきましょうか。私は、今回はいきなり名前をつけることが多すぎだわ。どうしようかな。名前か。俺、あんな感じの人はあんま見たことないんだよね。じゃあ、インナミにしておく。インナミ。わかんない人の方が多いだろうが。わかってるかな、インナミ。わかんない人は、マガジンの徹夜を見てくれ。インナミというものです。私はタクタクです。ところで、私に伝えたいことがあるのではないですか。くふ、ええ、ありますよ。どうやらあなたは記憶喪失に陥っているようで、何かのお役に立てればと思いましてね。もっともそれが重要であるかはあなた自身が判断することではありませんが。男はそう言うと一枚の写真を手に渡した。噛みついた。その写真は写りが悪く、最初は何が写っているのかよくわからなかったが、目を凝らしてみると、どうやらそれは森のような場所にひっそりと佇む小屋であることが分かった。これは何ですか？さあ、私にも分かりません。これはあなたが持っていたものですから。どういうことですか？実はですね、この写真はあなたがこの治療所に運ばれてきた時にポケットから落としたものを偶然私が廊下で拾ったものなのです。残念ながらこの写真についてこれ以上は分かりません。本当は先生にその時点で渡しておくべきだったのですが、どうしても私の手で渡しておきたくなりまして、今まで私が持っていたというわけです。怖いな、みんな。森の中の小屋の写真を手に入れた。そうですか、ありがとうございます。それじゃあ自分の部屋でじっくり思い出したいので、これで失礼します。もうお帰りですか？次に会う時までに何か思い出していればいいですね。それではさようなら、お隣さん。隣の部屋の男はいいやつだとは思うが、その不気味な姿と独特な口調から、あまり長い時間一緒にいたくない気分だったので、早急に私は部屋へと戻った。それから私は渡された写真について深く考えることにした。まずこの小屋はどこにあるのだろうか。そして誰が何のために写したものだろうか。写真を撮ったのは私なのだろうか。それとも誰かが。クソ、思い出せない。イライラする。しっかりしてくれよ、私の脳よ。なかなか操作する時間がない。そうだ、イメージするんだ。この部屋の内部。すべてでなくていい。一遍だけでもいい。思い出すんだ。おお、動かせる。そんなありか。小屋の入り口だ。しかし扉の向こうはイメージできない。ああ、飛んじゃった。残念ながらこれ以上は思い出せない。階層思考度が1上がりました。なんだその階層思考度っていうの。今の私に思い出せるのはここまでだ。思い出したとはいえ、あんな記憶だけでは全然情報が足りない。もっとだ、もっとイメージを連想させる資料があれば。そうだ、医師だ。彼なら私がどのようにしてこの治療所へやってきたのかを知っているはずだ。失礼しました。
なんでこんな簡単なことに気がつかなかったんだ。衣装探そう。セーブできる。記憶する。よし。今回持ち物はない。装備は当然ないよね。よし。隣の男会ってみる。ふふふふふ、また会いまして、何か思い出せましたか。実は先生を探しているのですが、どこにいるのかわかりますか。ふふふふ、先生ならいつもはこの部屋の2つ向こうの資料室にいますよ。ありがとうございます。2つ向こう、ここか。扉には鍵がかかっている。こうなったら順番に見ていこう。誰もいない。空き部屋なのだろうか。壁に、あ、失礼しました。壁にひびが入っている。うん、特にまだ何もない。この空間がね、なんか怪しいよね。ゴンゴン。すいません、先生こちらにいるのでしょうか。もしいるのでしたら開けてください。タクタクくんかい。タクタクくんか。ハンピー、今開けるから待ってなさい。おお、キモい。何か用かね、タクタクくん。どうやってここへ来たのか。私がここへ来た経緯を知りたいのですが。おお、それはいい質問だね。君が記憶喪失になった理由はわからないが、君をここへ連れてきたのは、君のお父さんだよ。私の父ですか。そう、つまり私には家族がいるのですね。ああ、もちろんだよ。じゃあ父に会いたいのですが。残念ながらそれはできない。なぜですか。君のお父さんは、君が記憶喪失になってしまったことに対して、ひどく落ち込んでしまった。しばらくは面会する気になれないそうだ。そうですか。しかし、君のお父さんは、君に手紙を一通送っている。後で部屋で読んでおくといい。お、父からの手紙を手に入れた。わかりました。一刻も早く記憶を取り戻せるよう頑張ります。写真を見せる。これは何かね。印南さんから渡されました。私が持っていた写真だと。君は彼がなぜこの治療所の患者であるのかを知っているかな。わかりません。なぜですか。彼は重度の妄想症なのだよ。どういうことですか。彼は現実と空想の世界の区別を理解できず、現実ではないことを口走る時があるのだ。つまり彼は嘘をついているのですか。まあそういうことだな。悪気はないだろうから許してやってくれ。さて今日はもう遅い。部屋に戻って休みなさい。わかりました。それでは失礼します。ちょっとこの選択肢は後々響いてくるんじゃねえか。まあいいや。